しかし第2ゲームでも流れを引き寄せられず、相手のスマッシュに翻弄されます。惜しくも3試合連続の逆転勝利とはならず、準々決勝敗退です。この結果、桃田が代表に復帰するには強化本部の推薦を得なければなりません。この厳しい状況にも本人は、これで終わりじゃないと思っているので、もっともっと強くなった姿をファンの皆様に、見せれたらいいなと思います。そして女子ダブルスの準々決勝に高橋・松友ペアが登場。第1ゲームからリオオリンピック金メダリストの実力を遺憾なく発揮。8連続でポイントを奪うなど、世界屈指のコンビネーションで相手を圧倒します。第2ゲームに入っても試合の主導権は高松ペア。女子ダブルス6回目の優勝へ、ストレート勝ちで準々決勝進出です。しっかり自分たちがのプレーをこう2人で出し切れば、まあ、結果は後からついてくると思うので、まあ、まずはそこをしっかりできたらなと思います。優勝賞金4000万円、男子ゴルフの最終戦 JT